本日はお時間いただき誠にありがとうございます。いえいえ、それでどうなさりましたか？単刀直入にお聞きしたいんですが、ジュディ&マリー再結成の件です。ファンは待ち遠しにしていると思うのですが。再結成ね。はい、何か原因でも？再結成とかの次元じゃなくて、ユキと連絡が取れないんだよね。まさか、あの噂は本当だったんですね。シマユーのアトリエ。1992年に結成されたロックバンド、ジョディ&マリー、通称ジョディマリー。オーバードライブやそばかす、クラシックなど数々の大ヒット曲を生み出した伝説の4人組。ジョディマリの愛称で親しまれ、90年代のロックシーンを語る上で欠かせない存在である。すみません、私さっきの映画のエキストラで出演していました。恩田さん、いつか私バンドをやりたいんです。でも何をしたらいいのかわからなくて。ああ、エキストラの子ね。そうだね、本当にやる気があるならこの住所にデモテープを送ってきて、もしよければチャンスがあるかも。わかりました。すごい、これは天性の歌声だ。俺のやりたかったバンドはこの子がいれば実現できる。ヘビーメタルバンドのメンバーとしてメジャーデビューを果たしていた恩田義人がユキの歌声に惚れ込み作ったジョディ&マリー。ベーシストでリーダーの恩田とボーカルのユキ、そこにもともとサポートメンバーだったドラマーの五十嵐浩太と、メンバーの中で唯一オーディションで選ばれたギタリストの拓也が加わり、1993年シングル「パワー・オブ・ラブ」で見事メジャーデビューを果たした。その後の活躍ぶりは言わずもがな。1996年にリリースされたそばかすはミリオンヒットを達成し、同年には紅白初出場を果たす。1997年にリリースしたアルバム The Power Source は300万枚に及ぶメガヒット。1998年には初の東京ドーム公演を成功。紅白歌合戦に2度目の出場を果たし、まさに絶頂期を迎えていたジュディ&マリー。しかし1999年に1年間の活動休止を発表。その後2000年に活動を再開したジョディ&マリーだったが、2001年1月9日全国紙朝刊の全面広告により解散を発表。2001年2月にラストアルバムワープをリリースし、同年3月7日8日に開催された東京ドーム公演をもってジョディ&マリーは解散した。伝説的なロックバンドであるジョディマリーの早すぎる解散、その裏側には何があったのか。何度聞いてもユキの歌声は本当にすごい。ポップでキュートな歌声なのに不思議とセクシーなところもあって、俺の作りたい曲にぴったりだよ。次の曲の演出も決めてきたんだ。私はオンちゃんについていくって決めてるから、次の作曲も楽しみにしているわ。オンちゃんの作曲はマジですごい。ユキの良さがさらに際立つ。さすが俺が認めた男だぜ。すでにメジャーデビューを果たしている恩田のソロプロジェクトとしてインディーズシーンで始まったバンド、ジョディ&マリー。バンドコンセプトは女の子が歌うポップで切ないサウンドをバンドでやる。発足当時のメンバーはベーシストの恩田義人、ボーカルのユキ、ギターの藤本泰治の3人で結成。バンド名もバンドのコンセプトも恩田が決め、恩田を中心にバンド活動を行っていた。ユキが今後歌手として活動する時の名刺代わりになればいいと軽い気持ちで始めたジョディマリー。しかし想像以上にバンドのポテンシャルは高く、特にユキの歌声やライフスタイル、ファッションが当時の若者に刺さった。ジョディ&マリーはあっという間にメジャーデビューを果たし一躍大人気。さらにボーイ、氷室京介、グレイ、ラルクアンシエルなど数々のアーティストをプロデュースした佐久間正秀という天才プロデューサーも参加し、バンドが急成長。恩田を中心としたバンドから規模が巨大化していく中で、少しずつ状況は変わっていった。ジュディマリの次の曲を作ってみたんだけど聞いてくれないか？悪くはないんだけど、俺の考えるジュディマリとはちょっと違う気がするな。いや、タクヤの曲はいいよ。大衆の心を打つ素晴らしいメロディーだ。次の曲はこれでいこう。え、ありがとうございます。ギターだけではなく作曲もこれから頑張っていきます。拓也は作曲もすごいのね。バンド結成当初、ジョディ&マリーの作曲のほとんどをリーダーの恩田が行っていた。しかしジョディ&マリーの中で揉まれていくうちに拓也の作曲能力が開花。やがて佐久間正秀もその能力を認めていくようになる。1996年にリリースしたシングル曲クラシックは作曲が拓也で、作詞がタック&ユッキー、つまりユキと拓也が合同で作詞。この頃から徐々にアルバムの中に拓也作曲の楽曲が増えていく。
そしてバンドの主導権も恩田から拓也へと移っていき、その頃から拓也の態度も大きくなっていった。次のライブではメタルっぽい要素を入れてやろうと思うんだ。ダメダメ、そんなんじゃ大衆受けしない。みんなが求めるジュディマリをやるべきだね。そうですよね、佐久間さん。拓也の言う通りだな。次のライブでは拓也を中心にコンセプトから演出を考えていこう。くそ、俺のバンドなのに。人気絶頂だった1998年から急転直下、1999年、突然の活動休止。これはバンド内でのパワーバランスが崩れ、恩田と拓也の関係性が悪化したことが原因と言われている。その後なんとか関係を修復させ活動を再開。2000年2月、復帰第1弾シングル「ブランニューウェーブアッパーグラウンド」をリリース。ジュディ&マリーの快進撃がまた見られるのではとファンの心は高ぶっていた。しかしその時すでに恩田は脱退する意向であることを所属事務所に申し出ていた。なぜ恩田さんは脱退するんですか？メンバーの不仲なども巷では噂されていますが、音楽への向き合い方などの違いが重なり修復不可能になったということです。拓也の発言力が次第に強くなり、リーダーの恩田さんの居場所がなくなって脱退を表明しました。恩田は自身がいなくてもジュディ&マリーの活動は可能だと考えて自分が離れる決断をした。しかしそんな恩田の意向に対してメンバーの意見は対立した。恩ちゃんが辞める？構わないさ。最近は作曲もほとんど俺がやっている。俺が作曲、ユキが作詞して歌を歌う。これができればジュディマリーは成り立つさ。それはどうだろう。別のメンバーを加入させる？でもこのバンドは女のものだからな。オンちゃんがいなければジュディマリじゃない。オンちゃんが辞めたら私はジュディマリで歌うことはできない。解散しかないよ。意見が対立する中、何度も話し合いを重ねていたメンバー。これ以上の関係悪化になるくらいならば解散してしまおうと考えたユキの解散しかない、この一言に五十嵐が同意し、拓也もしたかった。こうして2001年1月に新聞で解散を発表。同年の3月8日の東京ドームライブをもって、伝説的なロックバンドジュディ&マリーは解散した。ジュディマリの解散理由って知ってる？恩田さんが辞めるってなったから解散したんじゃないの？もともと恩田さんのバンドだし。それが実はそれだけでなく、ユキの恋愛事情が原因らしいよ。どういうこと？ボーカルユキとギタリストの拓也はジュディ&マリーの全盛期の1994年から1997年の時期には交際しており、一時期半同棲までしていたという話はファンの間では有名な話。破局の理由は明らかになっていないが、1998年、 NHK 紅白歌合戦出場後にバンドとしての活動を一旦休止していることから、2人の破局が原因という噂がある。そして2人の破局からわずか2年後の2000年9月、真心ブラザーズのヨーキングこと倉持陽一とユキは結婚。この結婚の後、恩田の脱退、ジュディ&マリーの解散へと続くわけだが、拓也との関係悪化によってバンド活動を休止し、倉持との結婚後に解散したという流れから、ユキの恋愛事情のもつれが本当の解散理由とされる説がある。確かに倉持からすれば、元彼と嫁が一緒にライブを回るというのはいい気はしないだろう。しかし本当にそんなことがあるのだろうか。一見ありえなさそうな話だが、解散後にはこんなエピソードがある。ユキのライブ良かったな。ああ、やっぱりあの子は天才だよ。久しぶりに楽屋に遊びに行ってみるか。いや、ダメです。入らせないように言われています。おいおい、元メンバーだぞ。入れないわけないだろう。すみません、恩田さん、拓也さん、五十嵐さんは入れないでくれと頼まれています。ユキは恩田のことを尊敬しており、拓也との関係も解消されているのであれば、本来ならバンドメンバーを避ける理由はないはずだが、さらにジュディ&マリー再結成ができない原因はユキだという話がメンバーからも出ており、ユキの恋愛事情が解散理由という説がさらに真実味を増している。失礼ながらお聞きしたいんですが、ジュディマリの再結成はないんですか？再結成するかしないかの前に、まずユキちゃんと連絡が取れないんだよね。どういうことですか？連絡を取ろう取ろうとなんとかコンタクトをしてるんだけど、なんかこうね、まあソニー側の事務所の方がなんかこうブロックしているような感じがするんだよね。僕と恩田のイベントに拓也が来てくれることから、僕たち3人は仲が悪いわけではないのはわかるだろう？
拓也はユキと昔付き合っていたとか言うけど、もういい大人だし、そんなこと気にしてないよ。一般的には恩田と拓也との関係性や音楽性の違いが原因で解散したとされるジュディ&マリー。しかし現在の様子を見ると、ユキを中心とした恋愛事情によってバンドは解散し再結成ができないという可能性はありそうだ。またジュディ&マリーの曲は若くないと歌いにくいという曲調。ユキ自身はソロでも十分な活躍を見せている現在、本人や事務所も現在のソロ活動を優先したとしても仕方ないだろう。その上に再結成に向けてユキ以外のメンバーの確執はないことを考えれば、ユキが再結成のボトルネックになっていることは間違いない。とはいえ、ジュディ&マリーにボーカルのユキがいなければ話にならない。バンドの再結成の多くはお金に困ったバンドメンバーが言い出すことが多いが、全メンバーが作曲ができてかつお金に困っていない現状からわざわざ深く入り込もうとするメンバーもいない。もしユキの恋愛事情が原因で再結成ができないとすると、この先も再結成は難しいかもしれない。